講師の星野です。今日はご質問いただいたので読み上げていきます。お決まりフレーズとよく言いますが、ジャズ系のお決まりフレーズってどんなのですかっていうご質問ですね。わかりやすくていいですね。お決まりフレーズで個人的にやるやつちょっとやってみます。例えばこんなのとか、例えばそのこんなんとかですかね。でまあいくらでもあるんですけど、せっかくなんで今日はお決まりフレーズがどんな風にできているのかっていうのを解説できたらと思っています。で、あんまりいっぱいやると知識がとっちらかってしまいそうなので、今日はとりあえず先にやったフレーズにフォーカスして、ジャズ系のフレーズってこんな風に作られているんですよという構築の説明、それからこうしたフレーズの使えるポイント、使い方などを説明していこうと思います。対象はジャズのアドリブをやってみたいベーシストの方、それからなんとなく適当にソロをやっちゃっているなっていうアドリブ演奏される方で、この動画を見ていただくことでよくあるジャズフレーズってこんな風にできているんだなということがご理解いただけると思いますので、お付き合いいただければ幸いです。はい、では早速このフレーズの構築の仕組みを説明していこうと思います。これは Gm7、C7、Fm7 っていう2-5-1 の進行なんですけど、それぞれのコードトーンをターゲットに音が動いていますね。どういうことかというと、最初の音ですね、 Gm7 の、Mm3 の Bb の音、これコードトーンですね。で下がっていってから C7 のルートに着地して、Fm7 のメジャー3度の A の音に着地しているっていう感じで、まあ、ジャズフレーズってよくやるんですけど、こうやってコードトーンを結ぶようなフレージングっていうのはよくあります。でここからはさらに細かく解説していくんですけど、まず最初ですね、この Gm スケールのところ、これスケールで下がっていってから一番最後の音ですね、これ Db の音に着地しています。C7 の1度に向かう半音階下音ですね。で C に着地してから、ここから急上昇、こういうアプローチよくあります。緩やかに下降してからディーダーディーって一気に急上昇するアプローチですね。なんか一気に上昇エネルギーが出るというか。でここでさらにオクターブ上の C の音に着地して、してるんですけど、このドミナント進行する C7 の動きの時にちょっと Db の音を入れるんですね。でオルタードテンションの音とか言うんですけど、ちょっと不思議なニュアンスが出るんですね、この音を出すことで。でコードトーンに着地みたいな感じですね。結構定番のフレーズの構築です。もう一回やりますね。スケールで降りて経過音、そして上昇、そしてオルターのテンションを入れてメジャーサウンドに解決みたいな感じですね。はい、それではここからはこうしたフレーズの使えるポイント、使い方などについて解説していきます。今回のフレーズどんなところで使えるのかというと、主に2-5-1進行のところで使えます。2-5-1 の理論的な解説は他の動画で詳しくやっていますので、下の概要欄からご覧ください。で、例えばこの Gm7、C7、Fm7 っていうコード進行は、ジャズスタンダードで言うと F ブルースとか、バイバイブラックバードとか、I've Closed My Eyes とか、それから If I Were Bell など、有名なジャズスタンダードにこうした進行があって、こうした楽曲のアドリブ演奏時に使いやすいです。ただこうしたフレーズを使っていくのは前後の音との兼ね合いとか、テンポとかも関連してくるので、例えばみたいな感じだと、なんかもう全然調和してないというか、なんかこうぶつ切りぶつ切りみたいな感じで全然音楽的ではないですよね。なので、テンプレートみたい
に、はめ込むっていうよりは、さっきも言いましたがテンポとか前後の小節の兼ね合いも考えて音楽的にフレーズを使っていくということを考えていくことが大切です。で今日の内容はここまでなんですけど、最後にこれ一つよく聞かれる内容なんですね、フレーズはたくさんあった方がいいんですかという、ご質問をよくいただくんですけど、そういうご質問される方に限って、一つのフレーズを使い回せていないっていう印象があるんですね。なので結論、フレーズ自体は増やさなくていいので、一つのフレーズをいろいろな形で使いこなせることが大切っていうふうに思っています。例えば、さっきのフレーズですね、こういう、下りがあったとしたら挟み込んで挟み込んで、こういったアプローチとか、例えばちょっと音を付け加えるとか、まあ、あとよくやってたのはキーを変えて練習するとかですね。こんな感じとかですね。こんな風に、どんな状態でもそのフレーズが弾けるっていう状態にしておくと、そのフレーズが身に浸透したっていうことになりますので、欲張らずに一つのフレーズを場面関係なく使えるようにしておくことをお勧めします。はい、ということで、本日は、ジャズのお決まりフレーズについてお答えいたしました。ご参考になりましたら幸いです。最後に一つ動画の紹介です。なんかジャズっぽいソロにならないなと思ったらという動画を以前作成しておりまして、今回と同じように視聴者さんのご質問に答えた感じの動画なんですけど、結構今回の動画の内容に、通ずると思っております。重ねてご覧いただければ幸いです。下に貼っておきます。このチャンネルではベーシスト向けの音楽理論、それから、ベースラインやアドリブソロの作り方、練習方法などについての、配信を定期的に行っております。ぜひチャンネル登録していただいて今後もご覧いただけたら嬉しいです。最後にここまでご覧いただいた方にインフォメーションを2つさせていただきます。ブログや動画の視聴者さんと一緒に練習をする企画、オンラインスラップ練習会第3回目とオンラインビバップ練習会第2回目が年明け1月5日から始まります。来週 YouTube でも告知しますので、ぜひ今後の動画をチェックしていただけたら嬉しいです。またベースのパーソナルレッスンを東京の高田馬場と、全国対応のスカイプで行っているのですが、どんなレッスンをしているのか知りたいという方は、まず無料のメルマガにご登録いただければと思います。よくご質問いただく、ベースのアドリブ演奏についての、限定動画付きの解説、それから日々の練習の心がけ、メルマガ限定の勉強会やイベントなども定期配信しておりますので、ぜひご登録いただければ嬉しいです。ということで、本動画がお役に立ったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今後の更新の励みになります。それでは本日もご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。